リディェは、チェコ、中央ボヘミア州にある村である。リディェとも表記される。第二次世界大戦のリディェの、追悼ポスターこの村の記述が最初に現れるのは、1318年で、ある。この地域は後工業が発展し、現在の住民の多数は、中央ボヘミア州の州と、クラドノや、スラニー島の工場や鉱山に働きに出ている。1941年に、 ラインハルト・ハイドリヒが、米面命令保護領の副総督に任じられ、同地の対レジスタンス相当作戦を担当する。ハイドリヒは極めて有能でレジスタンス組織は苦境に陥った。危機感を抱いたチェコスロバキア亡命政府と、イギリス政府は、ハイドリヒの暗殺作戦を立案し、在英の亡命チェコ軍人から、ヨゼフがプチーク、ヤンクビシュラ10人を選抜する。暗殺部隊は、 イギリス軍機で、プラハ郊外に落下参降下し、市内潜入に成功した。1942年5月27日、ハイドリヒはいつものように、プラハ郊外の宿舎から、執務室がある市内のプラハ城に専用車で出勤した。朝10時半ごろ、車がホレショビチェ通りに差し掛かった時、待ち伏せしていたがプチークと、首首は爆弾を投げつけた。ハイドリヒの乗車は破壊され、 重傷を負ったハイドリヒは病院に搬送された。ガップチークと首クシュは現場から逃亡した。証拠はなかったが、クラドノの保安警察及び SD 指揮官、ホルストベーメは、リディツの住民が、この襲撃事件の犯人を隠匿していたと考えた。襲撃の翌日の5月28日に、ゲシタポがリディツ在住の2家族を逮捕した。住民たちはこれで終わったと思い込んでいたが、 ベーメとベーメン命令保護領の親衛隊及び警察、指導者、カール・ヘルマン・フランクは、リリツェの完全な破壊をアドルフ・ヒトラーに上進していた。6月4日、ハイドリヒは感染症で死亡した。ヒトラーは起こり、6月9日に上進されたリリツェの相当を実行する相当命令を出した。旧リリツェの跡地翌日の6月10日、保安警察部隊は再び、 理律へにやってきた。前回とは異なり、約500人いた理律への住民全員が一箇所に集められ、15歳以上の男性、約200人は納屋に押し込まれた後、10人ずつ引き出されては銃殺された。なおこの際の処刑の様子は、保安警察が映像に収めており、後にニュルンベルク裁判で証拠として使用された。女性約180人は、 ラーフェンスブリュック強制収容所に送られた。4分の1がチフスと過労により死亡した。約100人の子供はウッチのグナイゼナウ通りの強制収容所に送られ、人種的に分類された。そこでアーリア化に適していると判断された8名の子供のみがドイツに送られ、残りの子供はヘウムの強制収容所に送られた。チェコ政府は ヘウムノの,の収容所で死亡したと思われた乳児の一人で1941年生まれのマルタ・フロニコバが生存していることを2005年に発表した。この追跡はドイツ人記者ケルスティン氏派とドイツ人弁護士フランク・メッチングにより行われた。暗殺作戦を担当したガブ・チクラはプラハ市内の境界に隠れていたが6月18日に発見され銃撃戦で死亡した。 6月24日には隣接するレジャー機が理事ツェと同様に破壊された。ハイドリヒ暗殺事件に関連して殺害された者は約1300人に上った。ナチスはヨーロッパ占領地域で行った住民の虐殺を否得することが多かったが、理事ツェの事件は大きく宣伝した。この事件は連合国のメディアも取り上げ、本件を題材にチェコの外交官、 アビグドルガガンが制作を主導し、ハンフリー・ジェニングズが監督した宣伝映画、沈黙の村が制作され、事件直後の1943年に公開された。現在のリリツェの地図、第二次世界大戦終戦後の1949年に、リリツェは跡地に隣接する場所に新たに再建された。なお、レジャー機は再建されていない。リリツェの破壊が世界に知れ渡ると、 ナチスの蛮行に対する抗議や、虐殺された人々の追悼の印として、リディセの名を冠する街が諸外国に登場した。その例として、メキシコシティのサンヘロニモリディセや、ベネズエラの首都カラカスにある、リディセ地区とそこにある、リディセ病院、パナマのリディセで、カピラや、ブラジルの町名がある。第二次世界大戦で、ドイツ空軍によって徹底的に破壊された。 イングランドの都市コベントリーの広場は、その後リディツェの名前を付けられた。アメリカ合衆国入りの異衆、クレストヒルの金傍は、シュテルンパークからリディツェに名前を変更した。また、リディツェはいくつかの国における女性の名前にも影響を与えた。人、ーの秘密警察、消したポ恐怖と狂気のものだった。160から161ページ、ルパート・バトラーチョ。 ヒトラーの秘密警察化したポ恐怖と狂気の物語162から163ページルパートバトラーチョヒトラーの秘密警察化したポ恐怖と狂気の物語168から169ページ ABCD ルパートバトラーチョヒトラーの秘密警察下したポ恐怖と狂気の物語168から169ページルパートバトラーチョ ヒトラーの秘密警察下,下したっぽ恐怖と狂気の物語。164から165ページ。安倍義し著ヒトラー全記録556から557ページ。ルパート・バトラー著ヒトラーの秘密警察下下っぽ恐怖と狂気の物語。170から171ページ。マイケル・ベーレン・バウム著ホロコースト全身262から263ページ。安倍義し著 ヒトラー全記録558から559ページ、王の英二著、ナチ新英大地識人の肖像72から73ページ。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。理リ律リ村の虐殺に関するカテゴリ。ありがとうございます。